やねちゃん、ジャニーズに履歴書送っといたわよ。勝手に送んなよ、俺なんかじゃ入れないよ。大丈夫よ、私の息子なんだから。じゃあなおさら無理じゃん。今日からでんぐり返し100回、ダンスの練習、そしてスカウトされるために竹下通りに行ってきなさい。本当に話しかけられるのかな。すいません、スカウトの方ですか？ビジネスとか興味。変な感じはいいよ。声かけられないし帰ろうかな。もうちょっと頑張りなさい。ユウ、この前履歴書送ってくれた小学生？そうですけど。ユウ、入っちゃいなよ。え、いいですか？明日投げ輪男子のライブあるからそこで踊っちゃいなよ。お母さん、これで満足？満足。あ、やっぱこの子じゃなくて違う子だった。ユウ、誰？反則、そんなの反則。反則、ウカラン反則。納得できるか。納得バーン。絶賛発売中。新しいパック買ったんだ。お、レアで当たった。いいな、1000円で買わせてよ。え、そんなにくれるの？うん、特別価格で。はい、いらっしゃい。一パックください。はい、どうぞ。いやー、これ買い取りで。すごいじゃないか、買い取りで2万円だよ。ありがとうございます。おい、そんなに高いって知ってたのかよ。1000円は安いだろ。ん、知らないよ。それでもそのレアカード俺に売って、1000円で。ふざけるな、2万円俺に返せ。お願い、売ってよ、売ってちょうだい。絶対嫌だね。カード売ってちょうだい。みんな大好き、やれすけカード。カード売ってちょうだい。誰が売るか。うその通り。ねんねんねん。焼肉。うん？何よこのコンロ、つかないじゃないの。何よ。お子さんが高熱を出して緊急搬送されました。すぐに病院に来てください。なんですって？今すぐ行くわ。やれちゃん大丈夫？熱い。聖書様よ、高熱です。今すぐ緊急手術が必要です。いや、必要ないわ。上手に焼けました。おい、医者に残しなさいよ。理想と現実のジャイアン、現実のジャイアンの場合。やった、静香ちゃんのパンツだ。おいのりだ。お前のものは俺のものだ。やめてよジャイアン。うるせえ。理想のジャイアンの場合。やった、静香ちゃんのパンツだ。お前のものは俺のもの。広いよジャイアン。お前の責任も俺の責任だ。心配するな、大事に使ってやるからよ。俺の背中についてこい。ジャイアン、一生ついてくよ。行きます。おっしゃ。